蓮教寺は、名古屋市名東区高張四丁目にある新州高田派の寺院である。三号は、宝雲山。寺殿によれば、長徳年間に、源の頼光の発願により、原神を解散に招き、高張山連造院という天台宗の寺院として、創建されたという。多くの寺院を有したというが、上級の乱の陛下によって、全山消防。その後、次号を、 明願寺と改める。A64 年に、時の住職だった、レンヒカリによって改修。これにより、寺では、レンヒカリを中高解散、第二世住職としている。元七年間、第五世住職、レンマサルの第二次号を、現在の、蓮教寺に解消。同じ頃に、三号も、宝雲山と改めたという。レンマサルの弟には倉うろ子という者がおり、 柴田勝家に従って各地を転戦した。織田信長から大金の姓を賜って大金東八と名乗ったという。勝家いえ死後、連郷寺に戻り、境内に白山権源を誕生した。近世期に移転を繰り返しており、昭徳六年に現在地へ移った。現存する本堂や三本などは移転後の江戸中期以降に建てられたものである。江戸後期には継承地として、 終わり名所図に、牧の大池と並べて描かれている。以上5件の建造物は、平成29年に、国の登録有形文化財に登録された。かつて寺が所蔵していた、英正3年11月3日付の今川、宇治地下生札には、名願寺と記されていたという。改修は、永禄元年とも言う。元3年とする資料もある。 愛知県の地名 &1981 年、P231、ABCDEF6 和義 &2007 年、P91、ABC 名東区政20周年記念事業、実行委員会 &1995 年、P117、ABCD 著高村市編纂委員会 &1959 年、P157、AB、名東史跡案内連教授。 名刀史跡の会。2017年4月12日閲覧。岡田家、野口道直国立国会図書館デジタルコレクション、終わり名称図へ。全編巻後愛知軍、片野東ずま史郎、1880年。https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ。ndljp、ピド、764884。 34、国立国会図書館デジタルコレクション、ジョタカムラ氏編纂委員会 &1959 年、P158、平成29年5月2日、文部科学省国時代75号を書く建物の、混流年代は下記による、登録有形文化財の登録についてお知らせします。ありがとうございます。